一本一本の月には渾身の気合が込められ、雄たけびが山を包む。高く蹴るんだ、後ろへ。そう、回って、もう一回蹴る。力を入れる。わかった。小指の薬指を相手を引っ掛けて引っ張ってくる。はい。えい。こういうに持っていって。練習は厳しくやらねえよ。わかったね。それで試合の時には平常心で試合をやる。真剣勝負。一切の妥協が許されない極真空手は、その壮絶さゆえに多くのロマンと限りない魅力に包まれている。倒すか倒されるか、実に単純な構図の中で男たちのギリギリの戦いが繰り広げられる。故に極真空手は史上最強と言われているのである。